こんにちは、いくよんママです。今日はですね、私が日頃今日よりも明日少しでも綺麗でいれるようにね頑張ってることの一つにお風呂があります。お風呂でどんなことしてるのかなっていうのを今日はご案内したいと思います。自宅のお風呂です。もう本当にお風呂が大好きすぎて、私の趣味はお風呂いろんな入浴剤を楽しんでます。で、結構ね入浴剤をプレゼントしてもらうんですけど、入浴剤をね女性にプレゼントするとなんかあんまり良くないよっていうか、入浴剤はプレゼントに向いてないよっていうね方もいるんですけど、私は入浴剤が本当に大好きです。はい、入浴剤プレゼントされて喜ぶ女性もいるって感じですね。先日のお誕生日に私の年の数のバラをプレゼントしてくれた、はい、方がいて、その方からママってバラのねお風呂に入ってストレス解消してねって言われたので、今日はこのバラの花をお風呂に浮かべながら私がお風呂でやってることをご案内したいと思います。バラの花を、はい、そう、もうねお誕生日にもらったのでちょっともう枯れてきちゃってるんだけど、最後お風呂で楽しませてもらいます。すごいよね、50個もすごいな、嬉しいな。そうそう、塾女の皆さんね、若い頃ってお花もらって嬉しかった？うちの若い女の子たちにこうプレゼントされたいものっていう中でお花っていう女の子がね少ないんですよ。結構お花もらって嬉しくないっていうね若い女の子が多いんですけど、私はすごいお花ね、年を重ねるごとにお花をもらうとすごい嬉しいなって思うようになりました。すごい綺麗。全国の塾女ファンの男性陣、塾女の方にお花を時々プレゼントしてあげるといいですよ。わ、綺麗ですね。これちょっとすごい綺麗なんで、わー、なんかお姫様になった気分だね。すごい嬉しい。いただいた方にお礼をしたいので、この写メを撮りたいと思います。若い子はねちょっと足りないとこがあると思うんですけど、私たち年を重ねたら何かいただいたりしたら必ずお礼をするってすごい大事ですね。私は私の顔入りのこのバラのお風呂の写真をいただいた方にプレゼントします。はい、お礼すごい大事ね。バラのお風呂に浸かりながら私もお風呂でやってることをご案内しますね。まずは半身浴、今日はちょっと YouTube に撮らなきゃいけないので、こんなにお湯を足してますけど、みぞおちぐらいまでお湯をためて、必ずお風呂に浸かります。で、半身浴をしてます。汗をしっかり出すんですね。で、私は夜お酒を結構飲むので、半身浴本当にすごい大事で、もうしないとするでは体重も
1キロ以上違いますね、うん、なので必ず私は朝半身浴をするようにしてます。で、お風呂の中ではだいたい携帯やってます。こうお客様に昨日のお礼をしたりとか、あと LINE をしたりとか、うん、携帯をやってることが多いです。お風呂で LINE すると気持ちいいじゃないですか。 LINE の相手の方にもなんかね、心地よいメッセージが送れるような感じがするの。なんか朝起きてこうベッドの中で横になってこう LINE をするよりもお風呂の中で LINE した方がなんか色っぽかったり楽しかったり可愛い LINE ができるんで、私はそうしてます。で、入浴剤は先ほども言いましたけど、いろいろ、うん、使ってます。で、時間的には、うん、結構入れるだけ入ってますね、うん、で、必ず、半身浴しながらやるのが水分を取ること、うん、1日3リットルね、お水を飲んでくださいって、前回の動画かな、前々回かな、お話ししたと思うんですけど、お水すっごい大事なんで、お水をいっぱい取ってください。で、今日さん、お茶じゃダメなんですかとかね、聞くんですけど、お茶じゃダメです。お水です。で、なんでかっていうと、味がついた水分って、脳が食べ物と勘違いしちゃうんですよね。なので、ちょっと腎臓に負担がかかったりとかするので、本当に味もしないお水がおすすめです。あとですね、これもお風呂でやるんですけど、ちょっと恥ずかしいんですけど、うん、頭皮のマッサージをします。私50なんですけど、白髪が1本もないんですよ。で、美容室に行くと髪がすっごい元気ですよねって言われるんですよね。なんかセットしてこう巻いたりとかするじゃないですか。その巻き具合とか取れ方具合がすごい丈夫な、はい、髪だって言われるんですけど、まあ、食べ物もあると思うんだけど、多分そう、このマッサージが結構効いてるかなと思います。マッサージをします。結構ね、多分10分ぐらいやってるかな。もう結構汗がすごいでしょ。このね、なんか汗が出る感じがデトックスってすごくいいんですよ、うん、で、あのストレスも取れるし、うん、でこれを必ず私は朝、うん、やってあげます。まあ、夜ね、結構忙しいっていうのもあるんですけど、夜できる時もやってあげると次の日すごい体が楽です。そうこれ、ね、マッサージを、はあ、気持ちいいです。でひたすら入る、こんな感じでお風呂は過ごしてます。なんかね、高級なお化粧品を使ったりとか、まあ、エステに行ったりとか、まあ綺麗になるためにいろいろあると思うんですけど、まあ、お風呂ってお金かからないじゃないですか。まあ、今日はいただいたね、バラでリッチにやってますけど、普段は本当普通に入ってるだけですね、まあこんな感じにして、ね、前の日に飲み過ぎた時はその日の午前中までに出しちゃうし、そう、夜入れる時はゆっくり入ってその日の疲れを取ってます。やっぱデトックスお風呂最高だと思います。はい、今日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。きゅうママチャンネルは全国の塾女の皆さんが綺麗に生きていける動画、そして全国の塾女ファンの、ね、男性陣にも喜んでいただける内容となってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた明日、いくよママでした。